マスコミの、まあ、残いいううかかですね惨めな姿っていうかそういういいな感じがいたしますそれからもう一つ私に関して言えばね、学問っていうのは対立してないんですよ。対立してるてのは学問のですね、例えば物理学の中とか、なんかエネルギー学の中ではもちろん対立してる。しかし、我々学者が外にいるときはですね、対立してる学問言っちゃいけないんですね。わかんなくなっちゃうんです。 だから、その専門家っていうのは、確立した学問。確立した学問とは対立のない学問。それをですね、ちゃんと説明するってことですけども、マスコミは対立させた方が面白いものですから、例えば温暖化に賛成な人とか、温暖化に反対な人。こんなのは学者じゃないんです、両方ともね。学者っていうのは温暖化とはどういうものかっていうのが学者なんですね。あの、タバコの時もそうでしたね。禁煙派とか喫煙派とか分けて対決させる。僕も随分やらされました。 嫌だったんですね。学問じゃないんですから。学問っていうのは内部ではですね、これは別に悪いことじゃないんですよ。専門家しか理解できないんで、専門家の間で十分に議論して、対立して、意見衝突させて、そして外に出るときには、ちゃんとみんなが合意できるような、特別な人を除いては合意できるような結論が得られたときに、あの、学問っていうのは外に出すもんですね。これはもうもちろん当たり前のことで。 別に私が創作したものではないわけですね。ところがマスコミが対立してる学者同士を喧嘩させた方が面白いもんですから。私なんかもついその宇宙に入ってしまったこともあります。そういうことがですね、えっ、ー、と、まあ、いつも言ってるように事実とその整理があって初めて人はものを考え。そしてそれが時によっては感情に発達する。だから伝えるべきことは事実とか事実を整理したものであって、えー、マスコミの一番大切なところはそこですね。 考えとか意見を言うべきことじゃありません。しかしまあ、えー、マスコミはだんだんダメになってきましてね。そしてついに変なことになってしまったわけですよ。<laughs> それがですね、えー、日本人を本当に潰してしまいました。どういう点で潰したかっていうと、まず嘘とか本当嘘でいいじゃないか。物事がうまくいけ嘘でいいじゃないか。これはあのアメリカなんかそうなんですね。 え、トランプ大統領が失職した選挙なんかでも、えー、票を書き換えたんじゃないか。アメリカ人はそうじゃないんだ。票を書き換えて別に悪くないじゃないか。勝つと負けるが大切なんだから。まあ、勝てばいいんであって、票を書き換えるのが悪いとかそういうことない。これはまあ、アメリカの非常に見識のある人が私にそう言いましたね。アメリカはまだ300年の歴史しかなくて、そういうちゃんとした国民の道徳に基づくコンセンサスがないんだ。 最近特にそうですね。それはある意味ではアメリカ人がキリスト教徒として非常に軽減だったんで、その頃のアメリカはまだですね、そういった乱れがキリスト教によって止められてたと思うんですね。最近みたいなアメリカみたいに、キリスト教が全部なくなりますと、非常に奇妙なことがしょっちゅう行われるということになるわけですね。宗教の存在っていうのは、人間の心の中に儲けようとか、他人をいじめてもいいとか、他人は自分のために死んでいいとか、 そういう心がある間はね、やはり宗教がとても重要なことじゃないかというふうに思います。で、それが教育を破綻させました。つまり、日本のマスコミは事実とか事実の整理をほとんど行動せずに、意見を報道しました。現在のウクライナ戦争でもそうですね、マスコミの伝え方は明らかにウクライナより、西側よりでありまして、ロシア側の報道をほとんど行われておりません。それと同じかったら、ロシアはけしからない。 これは意見ですね。考えですね。それに基づいて報道されてるっていうことなんですね。えー、まあ、アメリカが、まあ、ウクライナ戦争を誘導したっていう気配が強いんですけども、まあ、そういうことは、日本のマスコミではほとんど出ません。えー、まあ、非常にそれが激しかったのが、例えば、小ボさんのスタップ事件なんかもそうでしたし、常にマスコミの考えで、まあ、事実とか整理をして、それを国民に伝える。国民は噛み砕いて、 教えるように指導しなきゃいけない。ということで、えー、日本人の思考力を全て失いました。ついに現在ではどういう状態になっているかっていうと、例えば地球温暖化でありますとかね、それから疫病の問題なんか出てきますと、国家試験なんかにそれに関係する問題が出てくるんですけども、もう行き過ぎましてね、間違いを正当にするという先生がやるようになりましたね。学問的に正しいかどうか。学問的な試験問題なのに、 まるで政治問題のようで、えー、政治ではどう言ってるか。むしろ逆に、テレビとか新聞ではどう言ってるか。学問的にどんなに間違ってても、テレビとか新聞で言ってることが正しいんだ。こういうところまで、まあ2020年まで行きました。それがやっぱり日本が極端に今停滞して没落してるという一つの原因だと思います。まあ私なんかは子供に対して申し訳ないなっていう思いが強いものですから、これはやっぱりそのまま、 認めとくってことは私の心情としてはちょっとできないっていうことなんですけどね。